ダメです。セキュリティが書き換えられています。敵さんもバカじゃないってことだ。また時間がかかるの？いいえ、今回は船のメインコンピューターが使えるので。解析終了。研究所の転送機をオーバーライド可能です。早っ。ひとまず地下3階へ向かえるか。巨大な端末があった場所。5メートル。地下3階。問題ありません。転送します。すみません、この端末にはフェリアさんの情報は存在しないようです。入り口のセキュリティも書き換えられていたからな。このくらいのことは想定の範囲内といったところか。それじゃあ他の端末を探してみますか。まだ探索していない部屋もありますし、片っ端から。いきなり大歓迎だな。それこのまま奥に進みましょう。敵が攻めてきている方へ。大事なものは僕よりしっかり守る。そういうことだ。そうです。この敵の先にきっとフェリアがリニーかなっていうの。セキュリティレベルの高いところを目指しましょう。これならどうだ。表面グレード。ウィンドブレード。80点くらいってとこか。私はラフィネ、この研究所の生物研究区画管理者です。来てください。あの子のところへ案内します。待て、なぜ我々に協力する。あなたたちが強かったから。強かった。この区画の研究員のすべてが喜んで今の研究をしているわけではありません。私たちはもうこの計画に二人を巻き込みたくない。しかし、ただここから解放しても追われ続けるだけでしょう。クロノス、連邦どちらからも守ることができる存在が必要なのです。ではこちらへ。罠かもしれん。警戒しよう。動物の凶暴か。やっぱり犯人は君たちね。私たちの研究の一環でした。
なぜセキュリティ装置がここで作動するようにはなっていないはず。倒して進むしかなさそうだな。行くぞ。各自参加してください。私たちの計画は本当に封じられたのかもしれません。80点くらいってとこか。肩慣らしにはなるか。ディープ被害者につき一撃。どうだ、この調子。急いでください。この先の部屋です。やるしかない。生物は所長により改造が施されている。あの治癒能力の解決の術があればいいのですが。受けてみろ。あの動き何かおかしくない？まるでフィデルだけを狙っているように。確かに猛獣の力であの生物の行動は制御しているのでしょうか。考えるのは突破口を開いてからだ。みんなミデルを全力でバックアップだ。大丈夫なの？無理しちゃダメ。平気。助かった、リリアのおかげだ。見ろ。アルマ将軍。セリア、お姉ちゃん。将軍、所長、
すべてはあなたたちのシナリオ通りということですか。君の裏切りは想定外の出来事ですよ。非常に残念だ。危険です。下がっていてください。リリアを取り返すとは見込み通りだ。ケニーを名乗るだけのことはある。フェリアもこちらに渡してもらおう。よく吠える犬は嫌いではない。私はトーラス。あなた方のおかげで貴重なデータを取ることができました。時空紋章の軌道にまさか脳内ホルモンが関与しているとは気がつきませんでしたよ。フィデルさんと言いましたか。あなたのおかげです。時空紋章、そのために。僕のおかげ、どういうことだ。つまりあのクロノス艦の中でのリリアさんの救出は全て計画された出来事だということです。そして先ほどの戦闘中、リリアさんの生体情報を監視し、彼女が紋章を使用する際の変化を測定していたのでしょう。お前は状況を理解しているようだ。船一隻分の兵士も全ておとりということか。全ては思惑通りだ。今は2体しかいませんが、時空紋章の静着に成功した個体を量産化すれば、今回のデータが実に役立つことでしょう。量産化、それがこの実験室で行われていたというのか。命を何だと思っている。何を言うかと思えば諸君、また会おう。フェリアを返せ。アルマ将軍を追うためには船が必要だ。今すぐ帰ろう。パパ、ママ。なんだって。よかった、元気そうだね、リリア。はじめまして、私はクリストフ、ここの研究員です。リリアのお父さん。父親役でした。出てきたということは情報をもらえると思っていいんだな。我々は連邦よりも優れた紋章科学技術を持っています。ここで研究していたのはその中でも最終紋章と呼ばれる時空を物理的に直接操作する紋章についてでした。時空紋章、ご存知の通り、連邦宇宙歴で16年前、クロノスの前に銀河連邦が現れました。その強大な力に対抗するため、もともと進めていたものを兵器として転用すべく、時空紋章生物の大規模な実践研究を始めました。そして宇宙歴526年、 CFNZ が強制的に成立。強制的に？ CFNZ はお互い平和維持のために合意の下で成立したはずだ。それは連邦の強者の論理でしょう。クロノス側は受ける以外選択肢はなかった。多くの実験体が作られましたが、うまく定着できたのはリリアとフェリア2体だけでした。かわいそう。時空紋章生物の可能性に気づいた軍部強硬派は、このフェイクリードが遠方であるのを利用して時空紋章生物の研究を強引に推し進めました。それで時空紋章生物を野に放った。これまで現地人にも秘密で行われていた実験だったのに、むしろ現地人と戦わせることで紋章発動のデータを取ると。これも全て連邦に対抗するためには必要なのだと言われ、つまりここで起きたことは全て連邦のせいだって言いたいのか。きっかけはそうだったというだけです。我々は平和的に研究をしたかった。未開惑星の人々をモルモットのように扱って平和的とは笑わせますね。分かっています。私たちも辛かった。これ以上はかわいそうで、
協力してシャトルでリリアを逃がしました。あのダカーフ山道に墜落した塊はあなたたちが？はい。しかし計画半ばでトーラス所長に露見し、シャトルは墜落させられました。これまであなた方とリリアから得られたデータを使ってフェリアの紋章力を全て解放するつもりです。連邦の方々の登場でアルマ将軍は焦っている。ぶしつけだとは思いますが、お願いです、二人を戦いの道具から解放してあげてください。そのカードを使ってこの星の樹陰聖殿と呼ばれる場所に入ることができます。樹陰聖殿？聖殿の採用、真の樹陰聖殿に行けばなぜこの星が実験場に選ばれたのか全てがわかるでしょう。アルマ将軍の行き先に心当たりは？そうか、情報提供に感謝する。そろそろ行くぞ。リリア、リリア、お別れだ。え？私たちは一緒には行けないんだよ。どうして？わかった。連邦に発覚した以上この研究所はもう終わり。私たちにはもうどうすることもできない。リリアとフェリアをよろしくお願いします。パパ、ママ、さようなら、リリア。リリア。アンヌ、転送の準備を。わかりました。